東京五輪柔道女子48キロ級24日日本武道館。女子48キロ級準決勝で渡名喜風南パーク24が18、19年世界選手権決勝で敗れているダリア・ビロディドウクライナをゴールデンスコア方式の延長戦の末に下し決勝進出、メダルを確定させた。渡名喜は準々決勝でリオデジャネイロ五輪金メダルのパレとアルゼンチンに腕ひしぎ十字固めで一本勝ちした。準決勝では18、19年世界選手権決勝で敗れたビロディドと熱戦を展開した。ルックスの良さからモデルの誘いもあったという人気選手のビロディドとの対決は柔道ファン以外にも注目された。